相性いいと思って攻め込むのか、やはり空いてるからここはその歩かすのか、はっきりそのして勝負に入ったらいいと思いますね。この高めを投げ切ってウッズを三振に取るというのが藤川でしたね。久保田のボールは捉えました。ウッズランナー二塁三塁。そういう状況の中でインハイのボールをどこまで投げ切れるかでしょうね、はい、もう全部インハイでいいんですか。そういうつもりで投げてくると思いますね。さあ矢野は一つ外、変化球交えますかね。ストレート、ワン、ツー、ツー、ツーアウト二塁三塁。外、空振り、155キロの表示。さあ40セーブを挙げている藤川、セ・リーグの現在ホームラン王のタイロン・ウッズ。真ん中来ましたけどね、威力のあるのは高めのストレート。数々のピンチをしのいできました。まあ、ストレートに対しての意識は非常にね、渦にもこうあるわけですから、本当は変化球で落としてボール球というのはあるでしょうけど、やっぱりストレートで勝負じゃないかと思いますよね。藤川のストレートはバッターから見ると分かっていても打てないボールとも言います。外、ストレートを見た、ツースリー。ストレートを続けて6球ウッズに投げた、これで7球目。外、ファウル、分かりますけど投げ切れないというところもありますよね、うん、矢野またアウトコース、ストレートファウル。力と力、藤川からすると直球勝負、9球目。もう一度矢野のミットは外、打ち上げた、スタンドまで行くか、ファウル。抑え込んできた藤川、10球目。ストレート、ファウル、譲らない。ウッズもこういい感触を覚えてるんですからね、うん、それもあるでしょうね、まあ、だが、はい、おそらく矢野が何球かは変化球要求したでしょうけどね。あ、11球目藤川、ウッズの対決、打ち返した、タイムリーだ、2人目も帰ってくる、ホームイン、7対5、ついにウッズが藤川を捉えました。久保田を打ち、藤川を捉えました、ウッズ。